こんにちは。人からわかる3分美術史。今日は津田青楓について勉強していきましょう。津田青楓、1880年生まれ。明治から昭和にかけての画家であり、美化界の創始者の一人として知られます。青楓は明治13年に巨風流華道の家元である西川一葉の息子として京都で生まれました。兄には父の後を継いで巨風流の家元となる西川一層亭がいます。1897年、17歳の青楓は京都市染色学校に入学。また、歴史画で知られる日本画家、谷口光郷に入門します。青楓は卒業後、染色学校で助手として働きながら図案を発表していきます。1903年、浅井忠が京都に赴任し、聖護院洋画研究所が開設されます。青楓は洋画を学ぶために研究所に入所。浅井忠や鹿野小木武四郎に学びます。また、研究所の同期には安井宗太郎、梅原龍三郎、斎藤由衣らがいました。そんな中青楓は、1904年に兄の一層亭と漆芸家浅野古光と共に図案の研究団体、小美術会を結成するなど、新進気鋭の図案家として活動の幅を広げていきます。1907年、青楓は明治政府の支援によりフランスに留学。弟分であった安井宗太郎と共にアカデミー・ジュリアンに入学し、写実的な宗教画で知られるジャン・ポール・ローランスに師事しました。また、同じく日本からの留学生であった藤島武二、山下慎太郎、有島育馬らと知り合いました。青楓は2年後に帰国、東京に引っ越します。1914年、政府主導の展覧会である文展に不満を持った青楓は、山下慎太郎、有島育馬と共に二科会を設立。独自の団体展である二科展を主導していきます。青楓の作品を見ていきましょう。小美術会に出品した図案であり、24歳頃の作品です。地平線を意識した、西洋風の空間となっています。研究所における川上はじめ像、46歳の頃の作品です。青楓はマルクス主義者である川上に影響を受け、プロレタリア運動に携わっています。青楓は1978年に98歳で亡くなります。それまでに日本画、洋画、図案、和歌、随筆などで数多くの作品を残しましたが、現在ではマイナーの作家となっています。以上。